皆さんこんにちは、サンシャインチャンネルのひとみです。今日はスターバックスから新商品が発売されたので早速購入してきました。購入してきた商品のご紹介をしたいと思います。まず最初がこちらです。綺麗な色ですよね。ガブリピーチフラペチーノです。桃ですね。何層かに分かれてる感じはするんですけど、ここの一番下の方に桃の果肉が入っていて、でちょっと薄くなっていて、上にクリームが乗せてあります。もうスターバックスから家に帰ってくるまでに上のこのホイップクリームというか生クリームが溶けてしまった感じです。混ぜて飲んでみます。桃の果肉がめっちゃ入ってる。噛んで食べれるぐらい桃をね、そのまま食べてるような感じ。桃の果肉感がすごいです。ものすごくフルーティーな感じで、甘みも桃の甘み、なんかお砂糖っぽい作り物の甘みじゃなくって、フルーツの桃の甘みがしっかりします。ちょっと上の方に行って、あ、最初混ぜたからかもしれないけど、上の方のちょっとこのストローを浮かせて飲んでみても、桃の果肉があってスムージー感もあります。とっても美味しいです。とってもジューシーな感じ。白桃アールグレイケーキです。中を切ってみます。プルンプルン、なんかゼリーの中、なんかね、スーッとナイフが入る感じです。桃の果肉がしっかり入ってて切れにくい。中を割るとこんな感じになっています。3層に分かれています。内側がね、中が3層になっていて、ゴロゴロの桃が上に乗っかってて、ゼリーでトッピングしてあるみたいな感じなんですけど、桃がすごいね、しっかりした桃が入ってます。缶詰の桃じゃない普通のしっかりした桃が入っています。で、下がこの真ん中のこのふわふわのところ、これがね、紅茶の香りがするアールグレイって書いてあったからかな。甘いんですけど、ちょっと甘さは控えめな感じで、なんかつるっと入る感じ。夏のあのデザートにはぴったりだと思います。で、こちらの桃のフラペチーノともすごく合う。すごくなんか贅沢な桃尽くしって感じ。これとこれめっちゃ合うと思います。クリームシフォンケーキです。すごく柔らかい、ふわふわしてる。中はふわふわのシフォンケーキになります。クリームシフォンケーキ、これはね、ふわふわのシフォンケーキにしっかりとクリームがついてるんですけど、美味しそう。この生クリームね、すごいふわふわであっさりしてる。で、このシフォンケーキもふわふわであっさりしてるので、ふわふわあっさり同士でめっちゃよく合います。あ、これね、すごく軽い感じ。バターとか使ってあるんでしょうけれど、それをね、なんかあんまり気にならない感じの軽さ。これだったらね、この一ホールでも食べられちゃいそうです。朝ごはんの代わりにもいいかもです。これもね、めっちゃ美味しい、あっさりしてる感じです。次がクッキークリームドーナツです。結構固め、しっかりした生地、ふわふわというよりちょっとハードな感じです。切った感じはね、中身こんな感じです。このクッキークリームドーナツ、上にね、クッキーが乗ってるんですけど、中は何も入ってなかったです。この断面図見たらね、何も入ってなかったです。ん？入ってるのかな？いや、入ってないかな。入ってないですね。いや、入ってるような気もする。中になんかちょっとクリームっぽい感じの感触というか食感があります。中に入ってます。切ったところがね、ちょうど見えなかっただけ。ここの中にクリームが入ってます。このクリームがね、あ、これもあっさりしてるけど、お腹にずんとくる感じはあります。やっぱりドーナツだからね。
なのでドーナツ生地の中にクリームが入っていて、上にホワイトチョコレートがけで上にクッキーがついてる、なんか1個でいろんな食感が楽しめるドーナツです。いろんな食感が楽しめる、これも美味しいです。こちらがアールグレイミルククリームドーナツ、上はチョコレートみたいな感じ、中はこんな感じです。あ、中にもねクリームが入っています。ここの中にクリームが入ってる感じです。このドーナツはしっかりとねここにミルククリームが入ってるのが分かります。で上がチョコレートがけになってる。あ、これめっちゃ甘い、すごく甘いドーナツっていう感じ。ドーナツが甘い、クリームが甘い、チョコレートが甘いけど、一番上アールグレイのチョコレートなので普通のチョコレートよりもちょっと甘さ控えめかもしれないけど、全体的に甘い。この甘さだとこのピーチよりもコーヒーの方が合うかもしれないです。コーヒーか紅茶かちょっと苦めのやつがこれにはねぴったり合うんじゃないかなと思います。このクリームがねめっちゃ甘い感じがします。こちらはサンドイッチですね。サンドイッチなんか開けてみるとこんな感じで、エビとアボカドとレタスとソースが入っています。これもね美味しそうですよね。中を切ると萌え断こんな感じになります。このサンドイッチは焼きますかって言われなかったので多分そのまま食べるんじゃないかなと思うんですけれど、焼いたら焼いたで美味しいかもしれないけど、このままちょっといってみます。あ、このままでいいみたい。すごい、エビとアボカドとレタスが入ってなんかヘルシーだけどしっかりお腹にはくるかなっていう感じ。でも朝ごはんの代わりとかお弁当の代わりとかにもねいいと思います。これだとこちらのフラペチーノにも合うし、コーヒーでも紅茶でも、これだとこの桃のフラペチーノにも合うし、コーヒーでも紅茶でもミルクでも何にでもこれはね合うと思いますよ。結構なボリュームでエビのプリプリ感もあって、ちょっと高級なサンドイッチを食べてるっていう感じです。これもね美味しいです。いかがでしたでしょうか。本日購入してきた商品は以上となります。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンやチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。